なんか鼻に吸い込まれてる。なんだ？なにこれなにこれ、もののけ姫とかに出てきそうな感じ。ほい、ということで、さあ行きますか。行きますか、行きますか。さあこれで開くようになったってことやろ。行くぜ。シャキーン。ウォッチロックが解除された。かざしたってことかな、妖怪ウォッチ。はい、くぐります。風景の扉を開いて双剣山に行きますか。はい、もちろん。来た？ここが双剣山。見て見て、あれじゃない？二つの高い山。双剣だからね。おー、鬼の角みたい。双剣山。そこ双剣マウンテン。マウンテンとかじゃないんや。確かに双剣山って名前にぴったりだね。あそこに朱雀蒼天山があるのか。にゃにゃー、名前がぴったりとか言ってる場合かやん。どう見ても普通に登れる山じゃないにゃん。登るのあれ。無理やろ。なんか木になっとる。何あれ、みかん。誰あれ。正面に朱雀。蒼天山を訪れし者よ。メインよりも果物に目が行くやつ。朱雀蒼天山を手に入れたくば、試練に挑むがいい。何？今誰か喋った？目の前のやつを見ろ、目の前のやつを。大きな鳥。朱雀蒼天山の試練に挑みたくば、蒼天山まで連れて行ってやろう。もちろん。なるほど。あの鳥が案内役なのか。行ってみようぜ。ちょっと！さらっと流しすぎじゃありません？鳥が喋ってるんですよ、鳥が。鳥の妖怪とかいっぱいおるやん。オウムとかインコとかも喋るでしょ？妖怪と喋ってる方が変だって。これが妖怪じゃない保証は？試練に挑まないのか？挑みます。はい、挑みます。双剣山まで連れて行ってください。よかろう、こちらへ来るがいい。鳥が連れて行ってくれるなんて、なんか優雅だな。優雅？本当にあの円まで行くのか。すごい高さだね。え、飛ぶの？飛んで連れて行ってくれるの？試練に挑む覚悟はできたか？はい。そうか。ならば参るとしよう。なんか取って食われそう。覚悟はできているようだな。では、双剣山の中腹までお前たちを乗せていこう。え、頂上まで連れてけ？そこの太っちょ筋肉は留守番だ。ここで皆の帰りを待つがいい。なんで？重いから？筋肉来てくれんと困るんやけど。なんと、どうして私たちだけ？まず、妖怪ウォッチを身につける人間は、試練に挑む資格を持たぬゆえ。それにお前たちは、背中に乗せ運ぶには重すぎるゆえ。そんなー！そんな乗ってないよ。あ、違う、そんな乗ってないよ。俺だって覚悟は決めてきたんだ。試練に挑む前から諦めるなんて嫌だ。頼むよ、鳥さん。あくまでも試練を望むのか。そこまで言うのなら仕方がない。おお！やった、ありがとう、恩に切るよ。ただし、ここから先お前たちに起きることは、何があっても試練のうち、そう心得よ。試練に挑む者たちよ、その覚悟は良いか？大丈夫？潰れない？うん！秋典は探偵団の団長だもん。俺たち一緒に頑張るよ。ありがとな。鳥さん、俺たちは行くぜ。よかろう。では参ろうか。そこの筋肉は留守番でな。結局？うん。全然オッケー。ミッチーは後で召喚すればいいもんね。あー、確かに確かに。わひー。そんな。夏目さんとの空の旅が。確かに妖怪はその手があるね。俺生まれて初めて鳥に乗っちゃったよ。え、今旅だったじゃん。私もちょっと怖いけど楽しかったね。あ、もう到着した感じ。え、なんか、あ、この辺にもなんか妖怪いっぱいおる。あ、そういう感じか。なるほどね。とりあえず、この辺りでもレベル上げができるっていうことやね。よいしょ。ミニ経験値玉。イェーイ。ん？てかなんか、たらたら、ぐるぐるしそうな感じ。ちゃんと目的地に向かおう。あれ？同じ鳥？さっき向こうにいませんでした。これより先はさらに高く飛ぶことになるぞ。心の準備はできているか？うん。なんで一回下ろした？そうか。ちょっと重たそうな奴もいるが、承知した。乗っていくがいい。ふんふん。
あ、人数分いるの。あー重そう。大丈夫か、落ちるんじゃないか。かわいそう。あ、落ちたけど死んだな。あ、セーフ。セーフじゃねえわ。じゃない、あーそっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない、嘘でしょ。うわみんな、え、別んとこ連れてかれた。おーい、アキノリ、ジュニア。ジュニアはなぜアキノリンと一緒に結局懐いてるのか。やっぱり見つからない。二人ともどこまで行っちゃったのかな。もしかしてさ、アキノリたちで怒っちゃった。いやー、それにしてもジータンはね、飛べるから。ま、あ、いてて、おい、死ぬのダメ、生きろデブデブ。あ、ありがとうジュニア、なんとか生きてるから。ジータンたちはぐれた、みんなと違う山来た。なんだって、ここにいるのジータンたちだけ、一緒になんとかするだぜ。とほほ、これってついてない。みんなみたいに妖怪を召喚できないし、重量オーバーで取りに落とされるし、挙句の果てにこんなところで置いてけぼりだなんてあんまりだ。ダメだジ、アキノリ元気出せ、くよくよするのは意味ない。なんかジータの声聞いたことある気がするな。誰の声やろ。なんかミルモデポンの中にこんな感じの声の子おらんかった。てかミルモの声違うかなうん、それもそうだよな。ごめんよジュニアよーし、向かいの山が見えるところまで登ってみるか。ジータン、みんな見つける。マジで飽きなり操作。それにしても仲間はジュニアだけか。ダジー、ジータン強い、やるときはやるだぜ。強いけどさ、てか敵のときは強かったけどさ、味方となったらどうなんよ。え、てか普通に敵出るんじゃないん、ここ。飽きなりじゃなものすごく心細いんだけど、飽きなりで大丈夫なの。妖怪ウォッチも持ってないし。なんかここに C ランクの扉があるやん。こんなところにも扉があるんやね。じゃあこれから先も何回も来ることになるんか。てかまあいつでも来れるってことかな。あっこは？あ、これ普通に、あれ普通に渡れるやん。なにこれ輝いとんの。あ、燃えとるってことかな。上に上がれない。どうやって上がるの。あ、ここから上がれるんかな。無理じゃん。ほっ、いやいや、届いてねー普通に届いてねー。あ、これぐるっと回っていくんか。ちょっと待ってね。え、ってことは一番外側、あ、ちょっと待って、こっちか。一番外側をこの辺やね。ここから、ここはジャンプでいける。で、こうぐるっと回って、あんなところになんかあるけど。これジャンプで。はっ、けんやないか。待って、いけんやないか。え、え、あっこは飛び乗れないの？そんなことないでしょ？ちょっと私の助走が足りない。てい！なんか開いた。え、全然いけん。諦めよ。諦めよ。ジャンプできんし、もっとこっちからならいけるとか、そういう、こっからどこ？さっきの、あれ？どこ？あの上かな？いけんか。目的地はどこかしら。ちょ待って、サンドイッチ、目的地はこっちか。うん、ここだな。あっち側やっぱり結局いけんかったけど。なにこれ、妖怪ウォッチ？アキノリも？ゲット？これって、もしかして妖怪ウォッチ？こんなところにあるなんて。誰でも使えるん、妖怪ウォッチって。持てば。アキノリ、つけてみろだぜ。まさかの。覚醒？
アキナリは謎の妖怪ウォッチをつけてみた。なんかかっこいいね、形、三角や。おお、つけられたぞ。これウォッチに認めてもらったってことだよな。そうなの、普通の人はつけれないな。それじゃあ、召喚、俺の友達、出てこい、ジュニア。その場にいるからね。あれ、まあ、でも一応出直すんだ。俺の友達、出てこい、ジュニア。アークを持ってるのがケイトだからじゃないの？デブどうした？何も起きないだぜ。持ってないと無理じゃない？そっか、俺、妖怪ウォッチに認めてもらえなかったのか。じゃないとさ、どの機種からでもいけるんやったら、使い放題や、みんな。いろんな人の。アキノリ。情けないな、俺。こんなのかっこ悪すぎだ。妖怪探偵団の団長だなんて偉そうなこと言ってるくせに、この程度だった。アキノリ。くしょ。俺は、妖怪ウォッチで戦うみんなが羨ましかった。頼むよ、妖怪ウォッチ。俺のことを選んでくれよ。ん？アキノリに。逃げろ！何？なんか来た？なんか鼻に吸い込まれてる。なんだ？なにこれなにこれ、もののけ姫とかに出てきそうな感じ。我こそは妖怪ウォッチ、あります天上教の番人、イノササ王ぞ。いや、ちょっと、鼻にぶっ刺すのはやめてあげてください。アキノリ、こいつ危ない。お前早く逃げろ。絶対腹めきするぜ。そんなところで何言ってんの？ジュニアこそめっちゃ危ないじゃんか。うん、そんなところ本当に。チータン奥の手ある。一人でも頑張るったぜ。妖怪ウォッチを手にする者よ。資格を持たぬ者は立ち去れ。なんだと？資格がなんだってんだ。探偵団の団長が仲間を見せられるわけないだろ。お、きっと勇気が認められる。これって覚醒。よし、やるぞ。ジュニア、今助けるぞ。はぁ、おぉ、よく吸い通る。大丈夫か。おぉ、鼻から脱出。これが妖怪ウォッチの力。目覚めたんやけん、いいやん、持たせてあげてよ。え、戦うの？アキノリ、やるぞだぜ。マジで？へえ、不安しかない。来たよ、イナササオ。頑張るしか。無茶すんなよ。だってジュニアしかおらんのやろ、つらーい。何4コンボって。あー怖い。いやー怖い、やめて。あー、ジュニア助けて。無理。無理だって。何それ周り。回復？ずっと回復してんのもしかして。シャドウサイドに変化。おー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 。ジュニア。待って、バテてる。待って、スタミナなさすぎか。さすらい玉どこ？さすらい玉？あ、あれか。あった。待って、さすらい玉。はい。違う、そっちじゃない。こっち。違うって。そっちじゃなくって。あー、さすらい玉を狙いたいのって消えてない。全然違う方行くんだけど。つらー。毒舌発動したから何なんだよ。やられたのか。ジュニア、やめてよ。やられないで。じゃあ私回復する。持ち物。回復。あ、アイテムは共通なの。よかった。今までのアイテム全部あるやん。すごく回復。パイナップルすごく回復なんや。イエーイ。やめてください。あ、でも体力めっちゃ減らしてくれてる。ありがとうジュニア。助かる。楽勝ではないよ。ほぼジュニアがやってくれたからね。ふう、でも目覚めたっぽいね。妖怪ウォッチマニマスを、アニマスを手にする者よ。なんじゃ、自らの手で試練に挑む資格をつかみ取った。よくやった。双剣山の高み、試練の頂きを目指すがいい。次なる試練はそこで待ち受けている。勝った。ジータンのおかげだぜ。ありがとな、ジュニア。本当にお前のおかげだよ。アキノリは妖怪ウォッチアニマスの使い手として認められた。おー、ついに。アキノリが戦えるようになった。まだ全然合流できないっすか。
さっきの鳥さんたちも秋のりのこと見失っちゃったみたい。秋のり大丈夫かな。へえめ。あの時鳥さんは何があっても試練のうちと私たちに説明しました。ああ、そういうことか。このようなアクシデントも私たちが乗り越えるべき試練ということなのでしょう。ウィッス。皆さん、ここは秋のりさんを信じて前に進むことにしましょう。よし。そうだね。後ろに戻る道がない以上、僕らは進むしかない。なるほど、アッコはまず妖怪ウォッチを持つ資格を手に入れるっていう試練やったんや。上に登れば周りの景色がよく見えるはずだ。秋のりも見つけられるといいけど。イエーイ。そうだ。早くみんなを探しに行かないと。ダチー。イノシシ、山の上行け言ってた。みんなきっと見つかるだぜ。へへ。もしかしたらみんなの姿も見えるかもな。スダクソウテンダーの試練を終わらせたら探してみよう。ウリ。持つがいいウリ。ん？ウリ？もしかしてさっきの。かわいい。なんじらの試練、我も見届けたくなったウリ。共に連れて行くがよいウリ。へえ、さっきのあの巨大な鼻の穴はどうなったの？超かわいいんですけど。もしかして君、イノササオウの子供？子供ではないウリ。なんじら戦ったイノササオウであるウリ。さっきのはシャドウサイドやったってことやね。まあ今はライトサイドのウリ棒なんだけど、ウリ。かわいいウリ棒。ウリ棒チビ、意外としょぼい。ウリ？チビとかしょぼいとか、何時に言われたくはないウリ。でも何時って言い方なんやね。ちょっと偉そう。よし、そんじゃ気を取り直して、双剣山の頂上にレッツゴーだ。アニマスって言ったけんさ、多分なんか動物系？アニマル系？の、妖怪たちを扱う感じなんかな。秋のりは。かわいい。ウリボーが友達妖怪になった。これなら全然。ウリボーはメインメンバーに入った。いや、頼もしすぎ。試練の番人が、こうやって加わってくれるとか、運良すぎじゃね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、秋のりが目覚めてしまったからその辺に妖怪がうようよするようになったんだけど、どんな都合のいい。ね。